これが物資保管所？随分と荒れ果てたって感じだね。建物の原型をとどめてるんだからマシな方よ。直撃じゃなかったからこの程度で済んだのよ。ゾッとしねえな。なんでベルグラントみたいなもん作っちまったんだか。なんでって、新しい地表の生成のためじゃない。知らなかったの？え、そうなの？もともとベルクラントは地表を細かく粉砕し空に巻き上げるためのシステムだったので、その巻き上げた石や岩を使って空に浮遊大地を作って町や村を作るつもりだったのよ。本来ならば全ての人がその浮遊大地に移民するはずだった。だが天上人と呼ばれる特権階級の人間たちだけが使うことになったんだ。それに反発した地上人が反旗を翻したのが天地戦争なんだよね。そうだ。そして戦争になった途端、ベルクラントはその姿を兵器へと変えた。ま、そんなところね。兵器としても申し分ないからね。最大出力で撃てば島一つ吹き飛ばせるし。人助けのために作った機械で人殺しの手伝いをさせられることになった。開発チームの人たちはきっと辛いでしょうね。私の作ってるソーディアンみたいに人殺しの道具で人助けができることもあるけどね。ともかく今度の作戦を成功させたいのはそういうことだから、キリキリ働いてね。わかった。よし、行こう。ちょい待ち。なんだか変な匂いがするわね。あっちゃー、まずった。化学物質が漏れちゃってる。毒ガスか。中には入れないか。ああ、大丈夫大丈夫。かなりやばいけど、10分くらいなら我慢できるわよ。多分。マジで？マジで。いい？よく聞きなさいよ。目的の物は資材置き場の一番奥にあるコンテナに保管されてるわ。でもそれを開けるには何個ものプロテクトを突破しなくちゃいけないの。あちこちにプロテクト解除用のキーが落ちてるはずだから、それを全部手に入れるのよ。わかった。でも、本当に中に入って大丈夫なの？10分くらいなら大丈夫って言ったでしょうが。でも、10分過ぎたら命の保証はできないわよ。いい？ 10 分よ、10分。時に厳しい。
のプロテクトを解除するための鍵ね。同じものがあと2つあるはずよ。ああ、そうそう。これを持ったまま外には出ないでね。え、なんで？こいつ温度変化に弱いのよ。外の吹雪の中に出たら、あっという間にボロボロよ。みんなに感謝。運命は時に厳しい。手こずらせやがって。
Thank you.
そう、走って、来てるよ。
め悪いね。ための鍵ね。同じものがあと2つあるはずよ。ああ、そうそう。これを持ったまま外には出ないでね。え、なんで？こいつ温度変化に弱いのよ。外の吹雪の中に出たらあっという間にボロボロよ。よし、行くぜ。ハッテッテッソーハジ。フッ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 
神髄だぜ。なんとかなったか。
運命は時に厳しい。運命は時に厳しい。なんとかなったか。All right.
俺たちは負けない。ための鍵ね。同じものがあと2つあるはずよ。ああ、そうそう、これを持って…え、なんで？こいつ温度変化に弱いの。よし、行くぜ。はっ、テッテッソープデレッシュ。おじいちゃん、さらに。はっ、はっ、テッソーハビ。ふっ、ふっ、ふっ、無表情行きます。ブラッシュ。
なんとかなったか。低レベルのプロテクトを解除するための鍵ね。同じものがもう一つあるはずよ。なんとかなったか。時に厳しい。諦め悪いね。
なんとかなったか。低レベルのプロテクトを解除するた。ああ、そうそう。え、なんで。こいつ温度変化に弱い。プロテクトを解除するための鍵ね。同じものがもう一つあるはずよ。この3つの鍵があればマスターキーが手に入るわ。どこかにあるはずだから探しましょう。よし行くぜ。ハッテ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 コずらせやがって。これがマスターキーね。これで大抵のプロテクトは外せるわ。マスターキーは温度変化で壊れたりしないから、一旦外に出て休憩しましょう。
これが上位レベルのプロテクト解除キーよ。マスターキー、セルキー、バイオキー、この3つのキーを資材コンテナに使えばプロテクトを解除できるわ。でもセルキーとバイオキーは温度変化に弱いから外に出ちゃダメよ。あんな吹雪の中に出たら一発でボロボロだからね。バイオキHa! Ha! 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 Ha
時に厳しい。必要な部品はバルブとノズルと耐熱材と。よし、これだけあれば十分だわ。あとは組み立てるだけね。こんなガラクタの寄せ集めで本当に空飛ぶ乗り物が作れるの？これだけの材料があるのよ。普通作れない？いや、それができるのはあんただけだと思うぞ。みんなそう言うのよね。よくわからないわ。ま、用は済んだし、とっとと帰るわよ。時に厳しい。
なんとかなったか。